メジャー、上沢は直球も遅く、三振が取れる球がない。同サイトは、2月で30歳になる、上沢の日本での通算成績が1118回、3を投げて防御率 3.19、予視球率 7.5%、奪三振率 19.67% などと紹介しながら、メジャーに移行するための上沢の能力に懸念があるとして、直球の平均が 90.8 マイル、約146キロ前後で圧倒的なスピードがないと指摘した。さらに20年オフに日本ハムからボスティングシステムを使ってレンジャーズへ移籍した有原を引き合いに出し、有原が MLB に来た時ほどの制球力がなく、三振を取れる球もないと厳しい評価。メジャー挑戦表明の日本ハム、上沢2枚メディア厳しい評価、能力に懸念がある、三振取れる球ない。リリーフで球速上があればなんとかなるやろ。俺たちの藤でも活躍できたんやが。藤は球速だけはメジャーでも指折りやろ。有原ほど日本で活躍もしてないという事実。最悪トンボ返りで、やから気楽にチャレンジできるな。平は有原さんがメジャーで失敗した理由、球が遅すぎとか土星論言ってたな。これは同じわだちやわ。どうせ来年1年アメリカ旅行して、再来年ソフトバンク入りやろ。まあダメ元やろ。ダメでも有原さんの言う通り NPB が今の年俸より高い金額で言ってくれるし。バレてんじゃねえか。筒賀の時みたいに良いところだけビデオに編集して騙すこともできないし、どうするんだよマジで。それじゃ上原を打てなかった打者がバカみたいじゃん。上原は球速が遅くても成功したんだが、皆さんは上沢直之選手どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。